はい、ズバッとレッドの塩見です。 GPS アートっていうのがお分かりでしょうか皆さん。 GPS で見た時にですね、街にどんな絵が描けるかっていうのをやるようなものです。ちなみにこう高槻で、1,2,3,4,5,6,7,8,9 というこういう文字が描けるかっていうのを今から行ってやってこようと思っております。どうなるんでしょう。それでは行ってきます。はい、ナイキのアプリが立ち上がりました。それでは行ってみたいと思います。とりあえず苦労してですね、1という文字を書きました。どんどん行きたいと思います。はい、一応ですね、1,2,3 まで書いてみました。順番通り書いていこうと思うんで、次4行こうと思ってます。いろいろ見てみると分かるようにですね、小さい範囲で回ろうと思うと GPS の精度があんまり出ないんで、精度を求めるなら大きなところを回っていかなきゃいけないのかなと思ってます。はい、途中ですね、いろいろ雨とか降ってきましたが、だいぶ行きました。1,2,3,4,5,6,7,8,9 と、ここまで終了しました。あと残るは0だけです。これで終了したいと思います。では行ってきます。はい、雨が降っているので傘を持ちながらスマホを持ってですね、なかなかビデオを撮れませんでしたが、最後だけ、撮りたいと思っております。最後ゼロの完成になろうかというところです。じゃじゃーん。はい、円がつながったら終わりです。よっ、もうすぐつながると思います。つながりました。ということで、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 の完成です。はっ、しまった。じゃあ後で、報告したいと思います。